どううもも基本1人ですすい、えー、いつもありがとうございます、えー、今回はですね、えー、プレミアム付き商品券というのがね、えー、僕の家だとね、該、え、当、ー、するらしくて、えー、来るんですね。申請書が来ましたんで、その話ですね、えー。なんかね、ちょっと全部は分かんないんですけどもね、3歳以下の、ね、子供がいる家庭と、あとはね、 非課税所得ですね。低所得者ですね。要するにね。国民のね、なんか5人に1人ぐらいが該当するらしいですけれども。まあ、僕の家の場合はね、ここ1、2年はね、僕もね、あんまりね、しっかり稼いでなかったんでね。かなり低所得の世帯ということでですね。こちらのやつがね、もらえるということで、8月のね、8月ぐらいかな。 えー、申請書類がね来ましたね、えー、最初ね無視してたんですけどね考えてみたらねちょっとこれ得だなと思ったんですね要するに2万5,000円分の、えー、商品券をですね2万円で買うことができますんで、えー、要するにね、えー、スーパーのものがですね、えー、この商品券持ってればね2割引きで全て買えるっていうことですね しかもね、えー、僕の家のね、えー、まあ要するにこの商品券が使える、えー、ものっていうのはね、ほとんど、大手のスーパーはほとんど使えますし、コンビニはほとんど使えます。あとこの辺にあるね、ホームセンターだとかね、ディスカウントの薬局とか、僕がですね、えー、常日頃ね、家族のね、買い物を一手に、えー、やってるわけですけども、そこの店がね、もうほぼ使えるような状態だったんで、 要するにそういう店が全部ね、えー、来年の、えー、4月、3月の末までですね、えー、2割引きで買えるわけですね。まあもちろんね、限度額は2万5千円ってありますけれども、えー、僕の場合はね、えー、僕の家の場合はね、4人いるんで、4人分でね、2万5千円が、えー、商品券買えますんで、えー、だいたい10万円か、えー、10万円分、 買えるわけですね。えー、しかも、えー、8万円払えば10万円分の商品が買えるという、4人いますから。そんな状態ですので、そちらの話を、えー、していきたいと思います。ただね、ここでだら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 ね、ちょっと話しても面白くないんで、えー、今回ね、昨日ね、郵便局にね、えー、商品券を買いに行った風景をちょっとね、挟みたいと思いますね。はい、えー。プレミアム商品券ですね。 これをね、買いに来ましたよ、郵便局うちの自治体はね郵便局で買えるんですね、えー、ということで、えー、商品券をね、えー、買っていきたいと思います、えー、2万円購入でですね最大2万円まで購入できて、えー、2万5000円分の買い物が地元でできるのかなそれでは行ってきます はい、買ってきましたええー、車の中ですけどねなんでこんな映像を撮ってんだろうななんかただね、えー、家の中でねこの説明してもね何となくリアリティがないというかそんな感じがしちゃってまあ、えー、500円で10枚ずつですね5000円分ってやつを、えー、4枚買ったのかなえー、5枚か5枚買いましたね ななんかなんでこんなの取ってるっていう感じなんだけどはいはいということでね買ってきたわけですけど、ね、こんな感じで、えー、今回はね母親の名義のやつをね、えー、使いましたけども、えー、2万5,000円分の商品券を2万円で買ってきましたねで買える最初最小単位がね5,000円分の商品券ですね 要するに4,000円払って5,000円分の商品券買うのが最小単位ということでそれをね5枚分すべて行使してきましたねそしてですねえ中見せるとえ500円ですね最小単位がお釣りは出ませんのでまあスーパーでね500円以上買い物したとかコンビニで500円以上買い物した時にまあ使うっていうのがいいんじゃないかなと思いますね あとですね、えー、僕の自治体、まあ、浜松市ですけど浜松市のスーパーでしか使えとか、えー、例えばヤマダ電機とか、まあ、電気屋さんもほとんど、えー、カバーしてますけどね大手のところはそういうのも全部ね浜松市でしか使わない要するに地元で使ってくださいよっていう商品券になってます、えー、あとですねいろいろね、えー、YouTube でねちょっと調べたらね、えー、各自治体各自治体でねちょっとねいろいろ仕様が違うみたいですね 今回、うちの自治体ではね、郵便局で商品券買うようになってますけど、別の自治体ではね、別の場所で買うようになってるし、えー、商品券のね、販売も期間もね、うちの浜,、えー、浜松はね、えーまあ、11月も10月もね、いつでも買えるんですけども、例えばね、見た例ではですね、11月はね、11月の1日から15日までしか販売しませんとかね、そういうふうになってる自治体もね、ありましたね。 だからまあ各自治体でねちょっと仕様が違うんで送られてきたね書類をよく読んでえ買った方がいいんじゃないかなと思いますえそしてですね最初からの流れをね説明しますとですねまずね8月ぐらいにね申請書みたいなのが来ましたねでしばらく僕の場合はねほっといたんですけどねなんかめんどくさいなみたいなでも考えてみたらね今までずっと買い物してたスーパーとかねえドラッグストアだとか で、えー、要するに商品が今日は全て2割引きですよって言ったら僕の場合だったらね1 1ヶ月に1日しかなくてもね、そのの1日の日狙ってね、買いに行くと思うんですよ。それ考えたらねこの商品券ね、えー、持ってない方が使わないのは損だなと思ってそういう気持ちで今回申請しましたねただ今日1回使ってみましたけどねやっぱりちょっと面倒くさいですね使う時はねはい ということでですね、えー、こちらですね、えー、の話をしてきました。まあこれ電気屋さんでも使えるんでね、例えば今ね、えー、テレビとか大きな、えー、5万円ぐらいのね、商品が買えればね、買いたいんですけどもね、そういう大きなやつだったらね、すぐに、えー、いきなり2割引ですからね、いいんじゃないかなと思ってますけど。 あとはね、最近車検がね、文字じなんでね、車検の整備代金が払えればいいかなと思ってますけど、多分使えそうもないですね。あとはね、ちょっと注意事項としましては、えー、ビール券とか図書券とかね、割とね、あの、現金化しやすいような商品券に、えー、を買うこともできませんね。えー、ということで、えー、最後まで見ていただいた方ありがとうございました。 今回は、えー、プレミアム商品券のお話でしたこれはちょっとね、えー、もらってない人には関係ない話になっちゃうんで、えー、しっかり見てもらえるか不安ですけども一応あげときますはいついにね、えー、7年前にね買ったカラージーンズね3色ですね、えー、緑に引き続いてですねオレンジも なんとお尻が破けてしまいました。ここですね。あとここ。破けちゃいました。7年間ね、春、えー、夏、秋とね、吐、えー、き続けてたんですけども、ついにね、えー、2枚目のやつが2枚、2枚目というか、緑が1枚目で、2枚目の、 オレンジもお別れですね。で最後に残った、えー、黄色をね、今履いてますけど。黄色はね、一番ね、綺、え、麗、ー、ですね。あんまり履いてないです。要するにね、合わせにくいんですね。黄色って一番ね。まあ、このジーンズ、黄色いジーンズもね、たまにはね、履いていこうと思います。 えー、この黄色いジーンズね、えー、あまり見,見かけませんよね、黄色いジーンズなんか履いてる人ね。あの、ジャングルポケットのね、斉藤さんってあの3人組のジャングルポケットっていうコントグループのコントの時にね、斉藤さんが履いてた以外ね、黄色いジーンズってね、えー、履いてる人僕、僕以外で履いてる人あの、街で見かけたことないんですけどね、田舎の街だし。まあそんなことはどうでもよくてですね。 えこちら、えー、ここまでね使えばね本当にね、えー、いいですねなんか捨てるのもね清々しいというか、えー、いいお別れができていいなっていう感じです僕もねさんざんミニマリスト目指してるとかって言って、えー、ものを捨て続けましたけどねここ1年2年でね大体いいほんとまだ使えるものをねボン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 捨ててたんでね こういう感じで、ね、穴が開いて、えー、捨てるっていうのはねむしろなんか誇らしい感じがして、えー、いいですね。はいということでね本当にこのカラージーンズ長いことお疲れ様でしたという感じですね。残る黄色もね、えー、まあ来年もね履くかもしれませんけども、えー、もう一枚ね、えー、薄手のね、えー、ジーンズみたいのをね 来シーズンは変えたいと思います。その際にはね、あまりね派手な色はやめて、えー、モスグリーンのねチノパンみたいなやつとかカーゴパンツみたいなやつとか、まあ、カラージーズでもいいですけど、そういう薄手のやつにしたいなと思います。あの上のね T シャツとかシャツにね、えー、合わせやすいね割とあの地味な色、地味までいかないけどあまり派手すぎない色のやつをね。 買いたいたと思います、えー、ということで最後まで見ていただいた方ありがとうございました。えー、基本一人でした。チャンネル登録も、えー、よろしければお願いします。